レミー・マーは、アメリカ合衆国ニューヨーク出身のラッパー、ソングライター。ビッグパンに見出され、ファットジョーのグループ、テラースクワットのメンバーとして活動し知名度を得る。2006年にデビューアルバム、The As Some Single About Ready, Based On, A True Story をリリース。2005年と2017年には、ベッドアワードの最優秀女性ヒップホップアーティスト賞を受賞している。 ニューヨーク州ブロンクス区のキャッスルヒルの貧しい黒人家庭に生まれ育つ。幼い頃から家族の麻薬常用や年下の兄弟姉妹の世話をしなければならないなどの辛い現実から目をそらすために詩を書いていた。ノトーリアス BIG やウータンクランの影響を受け12歳の頃からラップを始めると彼女の評判はすぐにブロンクス中に広まり当時彼女の家の近くに住んでいた。 ビッグパンの耳にも届いた。知人に連れられてビッグパンの家に行き、一回フリースタイルセッションをした。後、ビッグパンは彼女のラップの死となった。彼女はビッグパンのアルバム、イヤベビーに収められているミズマーチンを呼び、ユーワズロングでキャリアをスタートさせた。ビッグパンの死後、ファット上率いるテラースクワットに加わり、彼女が最初に参加したアルバム、 トゥルーストーリーからのシングル、リーンバックは、グラミー賞最優秀ラップパフォーマンス賞デュオ、または、グループ部門に、ノミネートされるなど、大成功を収めた。その後リリースしたソロとしてのデビューアルバム、The As Some s i n g e About Demi, Based On, A t r u e Story からは、ウティーバーコ Conceited, f ズ e l s So g の3曲が、シングルカットされ、アルバムは、 発売から1週間で3万7千枚、1年で15万8千枚を売り上げた。2008年にパプースと彼のいとこであるジェームズ・フェルプスは彼とレミーは結婚する予定だと発表したが発砲事件への関与でレミーが15年から25年にも及ぶ禁固刑に処せられる可能性が出てきたため予定を変更して刑務所内で挙式することにした。パプースが レミーの習慣されている留置所に鍵を持ち込もうとしてそれが発覚するという事件のため式は1日延期されるというトラブルもあったが2008年の5月に彼らは結婚した。なお前期の事件のためパプースは6ヶ月間レミーと面会するのを禁止された。2015年にレミーはテレビのリアリティショーラブヒップホップニューヨークの第6シーズンのメンバーに加わった。 2016年にファットジョーはヒップホップワイヤードを通してレミーと共にアルバムを出すと明らかにした。彼はアルバムからのファーストシングルはオールザウエアアップになり、それはフレンチ・モンタナとの共作になるだろうと発表したが、アルバム名は明らかにせず、もうタイトルは決めてあるんだけど、法律上の問題がクリアできるか調べているところなんだ。と語った。 2016年3月2日にバイブ c o m のダリル・ロバートソンの記事内でアルバム名はプラタ・オープロモになると明らかにした。これはスペイン語で金か重弾かという意味である。この言葉はコロンビアの麻薬密売組織の大物パブロ・エスコバルが語った言葉として有名である。2007年7月13日、レミーはマンハッタンの飲食店の屋外で早朝に起きた 発砲事件に関与しているとして、ニューヨーク市警察に自首した。警察の発表によれば、ピザバーの外で朝の4時頃にレミーと友人との間で口論が起こり、レミーは彼女の友人のマケーダ・バーンズ・ヨゼフの腹に銃弾を打ち込んだ。原因は、マケーダ・バーンズ・ヨゼフがパーティー中に、レミーから2000ドリを盗んだことである。2008年3月27日レミーは暴行。 銃器不法所持及び威圧の罪を宣告された。なお、証人買収と集団暴行の罪からは免訴された。この事件によりレミーは実刑となり、6年間の服役の後2014年8月1日に出所したスタジオアルバム。ありがとうございます。